ナンバー・アイ・ザ・ボナズ、ロゴの類似性に揺れるファンの心、和解への一歩を踏み出す。最近、元キング・アンド・プリンスへの平野市さん、神宮寺ゆうたさん、岸ゆうたさんからなる新グループナンバー・アイ、ナンバー・アイのロゴが、ロックバンド・ザ・ボナズへのロゴとの類似性が話題となりました。 この問題に対し、ザ・ボナズが公式 SNS でコメントを発表し、和解の意向を示しました。本記事では、この問題の背景や関係者のコメントをもとに、ファンの反応や和解の可能性に焦点を当てて詳しく掘り下げていきます。類似性の指摘と、経意平野市さん、神宮寺優太さん。 シュータさんの3人で結成された新しい音楽グループナンバー I は2023年10月に生配信で発表されました。その際、グループのロゴが公開されましたが、これがザ・ボナズへのロゴとの類似性を指摘され、SNS 上で議論の敵となりました。 一方で、ザボナズへの公式サイトによれば、バンドのロゴは2013年11月にメンバー4人の立ち位置を表現し、特徴的な N の形をモチーフにしたものとして発表されました。このロゴもまた、ファンからの支持を受けており、特有のアイデンティティを形成しています。 ザボナズへのコメント類似性の指摘を受け、ザボナズは20日、公式 SNS を通じてコメントを発表しました。メンバーは、俺たちとボーナー、ファンの総称、が10年以上背負ってきた N ロゴと確かに似てはいるなぁと思った、としつつも、でもロゴは似ているようで違うものだし、それぞれがそれぞれのロゴにプライドを持って掲げていけばよいんじゃないかな と思う、とのコメントを寄せました。全文を通じて、ザ・ボナズをファンへの感謝の意を示し、お互いの音楽を知るきっかけとなるポジティブな側面も強調しました。彼らは和解への意向を示す一方で、ファン同士がお互いのアーティストを支える素晴らしい機会と位置づけました。ファンの反応ザ・ボナズへのコメントに対するファンの反応は様々です。 一部のファンは和解の姿勢を評価し、両グループのファンが交流するきっかけとなれば素晴らしいと喜ぶ声も見受けられます。一方で一部のファンは依然としてロゴの類似性に不安を感じており、和解への道のりはまだ先かもしれないとの意見もあります。SNS 上ではファン同士がお互いに意見を交換し合い、両グループを支持する姿勢が浮き彫りになっています。 このようなファンのコミュニケーションが今後の和解に向けた前向きな一歩となることでしょう。和解への一歩類似性の指摘から始まった騒動に対し、ザ・ボナズが穏やかな態度で和解を促すコメントを発表したことで、両グループのファンは和解への一歩を感じることができました。アーティスト同士がファンを通じてコミュニケーションを取ることは音楽業界においても重要な側面であり、 この事態をきっかけに両グループのファンコミュニティが一層結束する可能性があります。ナンバーアイとザ・ボナズへのロゴ類似性に関する騒動に対し、ザ・ボナズが和解の意向を示すコメントを発表しました。ファンの反応は様々であり、一部は和解を歓迎する一方で、ロゴの類似性に懸念を抱く声もあります。 しかしこの問題を通じて、両グループのファンがお互いの音楽を知るきっかけとなり、一層の結束を生むことが期待されます。今後の展開に注目が集まりますが、音楽業界全体にとってはポジティブな兆しとなるでしょう。